どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、北関東ブロックの群馬、栃木、茨城の2020年度の問い51から問い60までの第2章のところですね、解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードすることができますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問い51番です。中枢神経系に関する次の記述の整合について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。2番が正解ですね。はい、A が違うんですけど、視床下部には、呼吸を調節する呼吸中枢がありますよとありますけど、はい、呼吸中枢があるのは延髄ですね。延髄というのは皆さんのここ首元のところにですね、あるのが延髄になりまして、そこはですね、呼吸中枢だったりとか心臓中枢などの、ね、私たちの体にとても大事なところがございますので、よくこうなんですかね、ミトコモンとかで待ち伏せバーンとかって言ってね、バーンとかって叩かれてさらわれる時ありますよね。そういったところで、大事なね、ところになっておりますので、延髄ですね、しっかりと押さえておきましょう。はい、そして今度はそれ以外にも視床下部、視床下部って私たちの脳のね、中心部分のところにあってすごく大事なところになってます。で、そこはですね、例えばホルモンの分泌をですね、こうの指令を送っていくとても大事なところになりますので、そこがやられてきますとホルモンの分泌などにも異常を生じたりすることもございますので、そんなのがですね、この視床下部というね、私たちの脳のねとても大事なところになります。なので、こちら A は誤りですね。それから B は大丈夫でしょうか。脊髄ですね。脊髄、特に延髄とのね、言葉の違いね、すごくややこしいのでね、間違えないようにしておきましょうね。はい、で、この脊髄はですね、こちら背骨のところね、ありまして、背骨のところはですね、脊柱というところの中にありまして、そして神経となっていますから、私たちの脳で考えたことを体のね、まあ、いろんなところに伝えたい、体のところから伝わってきたものをですね、脳に伝えるためにこの脊髄というところがございます。はい、そして C は脳におけるというところで、ここはですね、大丈夫でしょうか。で、脳においては、血液の 15%、酸素の 20%、ブドウ糖の 25% ね、このあたりの数字もね、よく忘れちゃいますので、なのでこのあたりはですね、私の受験対策の YouTube の方の動画でですね、ここ覚え方とかもちょっとご紹介しておりますので、ぜひぜひですね、いいですか、これね、大丈夫でしょうかね、そこのところね、ぜひぜひ確認しておいてくださいね。はい、なので、このね、20% がいいですよね、これ酸素はね、これ O2 でしたよね。そうですよね。だから逆で言うと20とかね、そんな感じのところで、ぜひぜひ思い出してみてくださいね。はい、では時間ないで次進んでいきますよ。ということで問い51は2番が正解となりました。では次問い52番です。副交感神経系、副交感神経系ですよ、が、高画期に及ぼす反応に関する組み合わせのうち正しいものはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。はい。まず、目なんですけど、こちら、副交感神経系働きますと、瞳孔は散大じゃなくて、瞳孔は収縮になります。なので、ここ、ね、大丈夫でしょうかね。心臓のところは心拍数低下してきますし、肝臓だとグリコーゲンの合成の方に働いてきます。それから腸だと運動はね、これ活発に動いてきますので、なので、5番も違います。ということで、問い52は、3番が正解となりました。ここね、しっかりと自律神経系のところね、これ第3章につながるとても大事なところなので、しっかりともう一回ね、表一覧ありますので、ぜひぜひ、そこで確認してみてくださいね。はい、では次行きましょう。問い53番です。薬の有効成分の吸収に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解でした。はい、 A なんですけど、一般に消化管からの吸収は濃度の高い方から濃度の低い方へ受動的に拡散していく現象ではなく、いや、そうじゃなくて、そうなんですよ。拡散していく現象で、ね、吸収されていきますので、積極的に取り込んでいくわけではありません。なので、ここのところ A はですね、ではなくというところが誤りとなります。ちなみに、濃度の高い方から低い方、ここも逆に効いてくることありますので、十分気をつけておいてください。はい、そして B と C は正解ということで、こちら問い53は2番が正解となりました。では次、問い54番ですか。薬の体内での働きに関する次の記述について、カッコ内に入れるべき、軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となりました。はい、このあたりトランスポーターとかね、タンパク質、ここちょっと難しい言葉がいろいろ出てきておりますので、ぜひぜひテキスト、
参考書などの参考に見ていただきたいなと思います。はい。では、ここはちょっとね、飛ばしていきましょう。ということで、問い54は、4番が正解でした。次、問い55番です。医薬品の材形及び適切な使用方法に関する次の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。まず、A ですね。A は一般的に適用する部位の状態に応じて適用部位を自ら遮断したい場合は、これはクリームではなく軟膏を使ってあげてください。そして水で洗い流したい場合は軟膏ではなくクリーム。これなのでクリームと軟膏は逆の記述になりますので、軟膏の方がベタベタしておりますので、ね、油分が多く含んでますからね、そんなところをちょっとね、イメージしながら押さえていただきたいと思いますので、A は誤りです。はい、そして B は正解。そして C。顆粒剤は粒の表面がコーティングされているため、そして噛み砕いちゃダメですよね。噛み砕いて用いていくのはチュアブル錠だったから、そういうものになりますので C は誤り。はい、それから D です。カプセル剤は口の中で唾液で速やかにね、溶ける工夫がなされているため、飲み込まずに口の中で舐めてカプセル剤は飲んでください。なので D は誤りとなります。はい、ということで、こちら問い55は4番が正解となりました。では次行きましょう。問い56番です。医薬品の副作用として現れる皮膚粘膜癌症候群中毒性表皮 H 誘拐症に関する次の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となりました。はい。まずは、皮膚粘膜癌症候群中毒性表皮 H 誘拐症、それぞれ略語、大丈夫でしょうか？はい。こちらに書かせていただきました。まずは、皮膚粘膜癌症候群は SJS。それから、中毒性表皮 H 誘拐症は TEN の10というふうに呼んでおりましたね。なので、このあたりも大丈夫でしょうか？スティーブンス・ジョンソン症候群、ライエル症候群とも言っていましたよね。なので、このあたりも忘れないようにしっかりと思い出してください。はい。そして、B と C のところですね。特に B もですね、引っかかりやすいので気をつけておきましょうね。週間以内に発症することで1ヶ月以上経ってから起こることはないよとかって引っ掛けてくることありますので B も気をつけましょう。そして C のところですね、このあたりも大丈夫でしょうか。 10% 以上にね、やけどのような水泡が出てくるものをですね、10と言っていきますので 10% 未満の場合はですね、こちら SJS というような形で判断していきます。はい、あとはですね、人口100万人あたりに対してどのぐらいなのかというところもですね、試験に聞かれてきますので、ね、SJS に関しては大体6人ぐらい、10に関しては大体1人ぐらいというような形でイメージしておいていただくといいかと思います。はい、そして D、いずれも発症基準の詳細は明確にされており、明確にされてないんですよ、なかなかね、予測することが難しいので D は誤りということで2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い57番です。医薬品の副作用として現れる肝機能障害に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。はい。A と B 正解。そして C です。黄疸はグロブリンが胆汁中に排出されることによって、グロブリンって何だったっけな？違いますね。グロブリンというのは免疫グロブリンということで、免疫に関与する血液中にある物質だったと思います。はい。なので、こちらはグロブリンではなく、ちょっと似てますよね。これ、グロブリンではなく、ビリルビンになりますので、はい、こちら C は誤りとなります。はい、ということで問い57は5番が正解でした。はい、では次問い58番です。循環器系に現れる医薬品の副作用に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかというところなんですけど、はい、こちら答えは4番が正解となります。A は正解、B も、そうですね、いいですね。それから C、不整脈とは、ということで、全身が必要とする量の血液を心臓から送り出せなくなること。要は、ポンプの機能が低下する、心臓のポンプの機能が低下することを不整脈ですよと言ってるんですけど、違います。不整脈は、そのね、乱れてきますから。なので、こちら、ポンプの機能が低下していくのは、これは、心不全になります。ね、心不全になりますので、心不全の記述となりますから C は誤り。ということで問い58は4番が正解でした。はい。では次問い59番に行きましょう。泌尿器系に現れる医薬品の副作用に関する次の記述の成分について正しい組み合わせはどれかという問題です。はい。こちら答えは5番が正解です。A、
交感神経系の機能を抑制する作用がある成分が配合された医薬品を使用すると、膀胱の排尿菌の収縮が抑制されとありますけど、これは交感神経系ではなく、副交感神経系であれば正解となりますので、A は誤り。そして B は正解。そして C、医薬品による排尿困難や尿閉は、前立腺肥大の基礎疾患がある男性のみではありません。これは女性とかにも出てきません。確かに前立腺肥大はですね、男性のところだけに出てきますけど、ただ排尿困難とか尿閉はですね、男性だけじゃなくて女性とかにも出てきますので、C は誤りとなります。はい、ということで問い59は5番が正解でした。はい、そして最後です。問い60番。皮膚に現れる医薬品の副作用に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。まず A、抗線過敏症は、と、あります。ね、医薬品が触れた部分のみに生じて、そして皮膚、正常な皮膚との境、境界がですね、はっきりしているのが特徴ですよとありますけど、これは違います。ね、抗線過敏症ではなく、接触性皮膚炎の記述になっちゃいます。接触性皮膚炎というのは、触れた部分のみですね、皮膚の、触れた部分のみに出てきますので、なので、ここ、ね、部分的ですね、部分的。部分的に出てくるのが接触性皮膚炎。そして、抗線過敏症は、ね、触れた部分だけじゃなくて、全身に出てくるのが特徴だったと思います。なので、そういったところが大きく違いますので、このあたりね、十分に気をつけといてあげてください。大丈夫でしょうか。はい。そして、B と C は正解。そして D、薬疹は医薬品の使用後、1、2時間、ちょっと早いですね。1、2時間じゃなくて、1から2週間ですね。1から2週間の間にで起きることが多いですよというところで、D は誤りとなります。ということで問い60は3番の、B と C が正解となりました。はい、ということでここまで第2章の、内容すべてとなりました。結構難しいところも多くありましたね。なのでもう一度間違えたところをしっかりと復習して、次にもう一回同じ問題をやって、また引っかからないように、もし引っかかったらね、そこ皆さんの苦手なところなので、そういったところをしっかりと復習していただきたいなと思います。はい、ということでこちらの動画いいなと思っていただいた方はですね、下の概要欄から LINE アットの登録なの ID とか入れておりますので、ぜひぜひ登録していただきますと石川に質問できますし、あとは試験情報なども少し配信しておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、ということで本日もご利用いただきましてありがとうございました。